よし、みんな集まったな。今日みんなに集まってもらったのは明日の試合のことだ。え？別にいちいち集まってミーティングなんてしたって無駄だ。おい、ちゃんと泣く練習はしたのかお前ら。毎年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 大会の初戦で負けて涙の一滴も流さなかったら頑張ってるなーっていうのは伝わらないだろう。そこで今回はお前ら大体みんなドライアイだから涙が出ないのは不便だろうと思って不憫に思った顧問の私が少ない給料の中のさらに少ないお小遣いの中から近くのあらだんだん行ってポイントカードのたまったポイントでお前らの人数分の目薬買ってきたから今から配る。だから並べ。え？そんなのいらない。お前らな必要だろう。なあ、いいか、お前たちは気合が足りない、そう周りに言われ続けてなんか気合見せなきゃいけないなってこの間話したばかりだ。そしてみんなで話し合った結果導き出した答えは、あ、そうか、俺たちはスポーツマンじゃないからバカにされるんだっていう結論に至っただろう。で、みんなでバリカン買いに行ったよな。そしてみんなでバリカンで頭を丸めてなんかすごい一緒に街歩くの恥ずかしくなったけどそれでもいいんだ。お前らの頑張りは報われる。報われなきゃいけないんだよ。ああ、いいか、高校生にもなってモテを捨ててまで、女子から坊主って言われながら肩身の狭い思いをしているテトリス部のお前たちを俺だけは救ってやりたいんだよ。なあ、なんでお前らいつもいつもクルブロッククルブロック両サイドに積むんだよ。それはな、先生が子供の頃に幼なじみだったお兄ちゃんから教わったぷよぷよの必勝法なんだよ。テトリスには応用できないんだよ。だからお前らちゃんと考えて形揃えろ。以上、解散ありがとうございました。